三浦の生配信ライブは第2回目を迎える。用意してきた曲は44曲。この中から時間を見ながら歌いたい曲を歌う。三浦のライブではセットリストを決めずにお客さんの反応を見ながら曲を決めていく。今回のオンラインライブでその形を表現しようという遊びだ。配信開始まで残り10分を切る。三浦の表情はリラックスしている。三浦の遊びが始まる。弦が切れたのは三浦にとってトラブルの範疇ではない。お客さんとコミュニケーションを取れる良い時間だ。突然配信が切れてしまったようだ。それでも三浦は笑って対応する。今回はお客さんの要望に応えて配信中に料理を食べることにした。このお店のだし巻き卵は寿司屋直伝の絶品だ。これは料理好きの三浦でもかなわない。配信ライブであってもお客さんとステージを作ることは遊びの一環である。トラブルもあったがそれさえも楽しめた。さあ次は何をして遊ぼうか。リラ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 リ。本日もご視聴ありがとうございました。この動画もしよければグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。またお会いしましょう。